どんなにシュートがすごくても高円寺の代わりはいねえんだ。やられっぱなしでたまるかよ。そこまで。試合終了よ。何？え、ここで終わりですか？このまま終わらせてたまるか。染岡君、振り分けるわけにはいかねえんだ。やる気か。面白い。その程度か。話にならねえ。こんなもんじゃ満足できねえ。もっと楽しませろ。さっきのなよなよ君と全然違う。エターナルブリザード。お前らに止められるようなエターナルブリザードじゃねえ。このシュート必ず止めてみせる。魔神座ハンド。何？あっと、ゴールバーを越えた。ゴールならず。あれでコースが変わったか。二人とも大丈夫か。はい、キャプテン。しかしすごいな、ディフェンス二人がかりでもコースを外させるのが精一杯。エンド、どんな強力なシュートもこの方法なら、うん、エイリア学園を倒せるかも。はい、そこまで。すごいぜ、吹雪！あんなピリピリくるシュート、俺、感動した。僕もだよ。僕のシュートに触れることができたのは、君が初めてさ。吹雪、俺、お前と一緒にサッカーやりたい。僕もさ、君となら、君たちとなら、思いっきりサッカーをやれそうな気がするよ。吹雪くん、正式に、稲妻キャラバンへの参加を要請するわ。一緒に戦ってくれるわね。うん、いいですよ。ライモンの新しいストライカー誕生よ。みんなよろしくね。染岡くん、染岡。待てよ。染岡。エンド、お前はいいのか。高円寺の代わりがあんな奴で。そんなに吹雪が嫌いか。俺は面白い奴だって思った。あんなシュート打てる奴に悪い奴はいないって。高円寺はいつだってサッカーに真剣に取り組んでた。なのにあいつと来たら楽しませてくれだと。ふざけるな。俺だって、高円寺にはチームに残って欲しかったさ。でも、あいつの目を見たら、引き止められなかった。高円寺は必ず戻ってくる。俺は信じてる。それまであんな奴とプレイしろってのかよ。信じる奴のためなら、俺は何でもできる。高円寺が戻ってきたその時が、稲妻キャラバンに地上最強のメンバーが集まる時なんじゃないかって俺は思うんだ。エンド。なら俺たちにできることはその最強のメンバーになってることじゃないか。あいつにお帰りって言えるようにさ。わかった。
高円寺のために吹雪と一緒にやってやる。でもまだ仲間と認めたわけじゃねえからな。我がエイリア学園に選ばれた。サッカーに応じよう。デーゼ、断ることはできない。負ければ破壊が待っている。助かる道は勝利のみ。この白煉中にエイリア学園がやってくる。メンバーを加えて、さあ今日も特訓だ。だけどまたまた問題爆発。染岡が吹雪を認めないって言い出した。次回稲妻イレブン、エースストライカーは誰だ。これが超次元サッカーだ。稲妻イレブンはレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。キャプテン今日の格言。信じる奴のためなら、俺は何でもできる。以上。